日本人の平均年収436万円、ドバイの公務員の平均年収、なんと4000万円。はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、お疲れ様です。ナオネです。冒頭ドバイパナイで始まりました今回の動画ですが、ちょっと衝撃的な金額でしたので、オイルショックならぬオイラショックみたいなね、ちょっとこの辺にしておきます。年収4000万円って日本の公務員で言うと、最近新しく就任しましたこの方と同じくらいの年収です。いいないいな、ドバイっていいな言うとりますけども、年収4000万円って聞くとええなと思う方が多いと思うんですけど、人間って無意識に自分と他人を比べる本能があるんですね。自分は人よりも上なのか下なのかみたいな、ほら学校のテストなんかでも平均点より上なのか下なのか気になるみたいな気持ちなんですけど、この気持ちに応えようと思いまして、今回は人の気持ちということで日本人の様々な平均を集めました。どうぞ最後まで見ていってください。ということで早速1つ目、平均身長。はい、こちら平成30年に行われました国民健康栄養調査によりますと、日本人男性20歳から29歳の平均身長が 171.7 センチ、日本人女性20歳から29歳の平均身長が 158.7 センチでした。一つだけ言いたいんですけど、マジで突っ込みどころがない。次行きます。平均体温。最近コロナウイルスの影響で体温を測る機会が多くなったわけですが、平熱って一体何度なのか疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。これちょっと古いデータなんですけど、10歳から50歳の健康な男女3000人を対象とした調査によりますと、平均体温は 36.89 度です。個人的にはあれちょっと高くねえと思いました。平熱には個人差がありますので、普段から自分の平熱を知っておくことは大切です。次行きましょう。1日のスマホの平均使用時間。はい、こちら iPhone の設定画面を開くと、スマホを操作していた時間、スクリーンタイムを見ることができるのですが、そのスクリーンタイムを元に調査した結果、10代が4時間58分、20代が5時間25分、30代が5時間22分という調査結果が出ました。ちなみに利用率が最も高いアプリは、10代は YouTube、 20代と30代はサファリが一番でした。私もこの結果を見て自分のスクリーンタイムを見たのですが、こんな感じでした。次いきます。ファーストキスの平均年齢。はい、こちら LINE ユーザーを対象にしたウェブ調査によりますと、男性が 16.2 歳、女性が 16.5 歳という結果でした。遅くねと感じる方もいらっしゃれば、早くねと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。ついでにファーストキスの素敵なエピソードや感想の方も紹介したいと思います。41歳女性、かくれんぼをしながら一緒に隠れてファーストキスされた。24歳女性、歯が当たって2人で笑った記憶があります。58歳男性、ファーストキスはレモン味ではなかった。人それぞれいろいろな思い出がありますね。ちなみに初恋の平均年齢は男性が 10.3 歳、女性が9.7歳でした。次いきます。夫のお小遣い平均金額。はい、こちら家計を握っている奥様は気になるのではないでしょうか。とある銀行が行った2020年サラリーマンのお小遣い調査によりますと、男性会社員のお小遣いの平均金額は 39,419 円という結果でした。ちなみにバブル景気真っ最中の1990年のお小遣いの平均金額は 77,725 円でした。これ言わない方が良かったかな。次いきます。トイレットペーパーの平均使用量。はい、こちら日本トイレ協会の調査によりますと、1日あたりのトイレットペーパーの平均使用量は男性が 3.5m、 女性が 12.5m とされております。ちょっと話はそれるんですけど、世界一高いトイレットペーパーを知っている方はいらっしゃいますでしょうか。22金でできた1ロール1億3000万円するトイレットペーパーなんですけど、持っている方や使ったことがある方はぜひ使った感想をコメント欄にお願いします。最後いきます。平均顔。はい、こちら気になるのではないでしょうか。最近では顔面偏差値とも言われておりますが、スコットランドのグラスゴー大学の心理学者が世界41カ国の支援者から写真を受け取って、その写真を元に合成した画像になります。日本人の平均顔がこちらです。はい、なんか男女ともに誰かに似ているような気がしますが、どちらも美男美女だなと思いました。そして美男美女といえば芸能人、日本の芸能人の平均顔いきます。こちらです。いや、めっちゃイケメン、そして美女すぎるといったところで、今回は以上になります。また様々な平均を紹介していきたいと思いますので、動画が楽しいと思った方はぜひチャンネル登録お願いします。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。それではおやすみ。